はい、どうも皆さんこんにちは。ワイゼルズの中村です。ブルクです。つけた方がいいかな。シャー君です。金時です。キリンです。はい、ということで今回はこのスマイル以外の5人でボードゲームを遊んでいきたいと思います。はい、おー、何ずらすな、ずらすな。はい、今回遊んでいくゲームはこちら。たった今考えたプロポーズの言葉を君に捧ぐよです。いけるね。前々からね、僕がずっと気になってたんですよ、このゲーム。なんか面白そうだなって。これどういうゲームなんですか、キリアさん、これは。これはですね、プロポーズするんですよ、たった今考えて。おう。やってこう。オッケー。やっていこう。やっていこう。さばいていこう。最初はグー、ブルク持ってまい。最初はグー、キリン、この辺こう。最初はグー、じゃんけんぽい。どうする？勝った人でしょ。最初はグー、じゃんけんぽい。うぇーい。キリンさんがプロポーズされます。あ、キリンされるんだ。キリンがプロポーズされます。じゃあ、6枚ずつ配ってもらい、6枚ずつ配りますか。これはシャッフルされてるんでしょうか。いや、もうしょっぱだからわからんから、もうええばい。オッケー、ええばい、どっから来た。どうする？これはキリンさんにも配っていいの？キリンさん以外、キリンさん以外。あ、俺も、え、なんでなんか6人いた。4、俺ら今5人しかいないんだ。おぉ、5引く1は4。はい、4人に決めましょう。あざす。あざす。6枚目。これ6枚目。で、はい。これを確認します。ある ?6 枚ある ?6 枚あるね。してください。あります。で、この手札の6枚。そう、はい。と、この、初めからあるこの初期カード6枚。はい、これを組み合わせて、それぞれね、プロポーズの言葉を。中から作っていくとね。作ろうと。これ表裏あるんでね。そうそうそう。いろいろ。制限時間とかある？まあ。一応ね、親が顔を伏せてから10数えたらなんかオープンするみたいなことらしい。制限時間10秒ってこと？一斉に考えて、うん、こっから順番に時計回りに行ってくみたいな、はいはい、あ、じゃあ鮭が最初で、最後に結婚しようって言いながら自分の指輪を差し出す。あ、それは全員が揃ってからだよね。全部がここにこうやって場に出てから。あ、そうだね、多分そうだね。全部作るの難しい、使うの難しい、無理だ。全部使わなくていいんでしょ。いや、だから種類別々な分ができるの。僕の好みとかもありますからね、うん、ちゃんとね、考えてその辺も。でも、口内にあるから滑舌が。ルール聞いてなかった。あなたことが、好きだから。文章作って、結婚しようって言い出す。やばい、俺白だけで完成しそう。俺白だけで完成しそう。そういうパターンもある。別に使わなくていいんでしょ、これ。こんな使うのむずすぎね。っていうか、難しいよ、めっちゃ。白だけでいけるな、これ。あ、そうなの。俺は手札が良かったらしい。もう、そういうパターン。クソもろいな、これ。どうしよう、なんか面白いこと言っちゃうかも。いや、面白いことが好きな人かもしれない。確かに、そうだね、その相手。そうね。じゃあ、もうシャー君から公開しておきますよ、ここに。聞かせてくれ。こことかでいいかも。ちょ、待ってなさい。手元で作んないで。もう待って、ネタバレだから。見ないでください。オッケー、俺オッケー。はい、俺はオッケーです。はい、オッケーな人。はーい。シャケさん、はい、シャケさん、シャケさんから。ドキドキする、ドキドキする、本当の記念日、ドキドキする、本当の記念日。おおおお、ドキドキする本当の記念日を作ってくれないか。おお、キス。おい、なんか最後なんだこれ。だからもう一回、まあいいか、読まなくていいか。いい、これ面白いね。ドキドキする本当の記念日を作ってくれないか。キスよ、何言ったの。言ったの最後にキスって言った。キスって言うの。あ、やば。オッケー、じゃあこれがシャー君のプロポーズですね。はい、じゃあ次キリアン。僕は奇跡の、お、奇跡の、奇跡の神様でしかない。なんなの、宣言じゃん。告白でもないよ、これ。ね、ただの神宣言だ。僕は神様でしかない。しかも奇跡の神様。なるほど、なるほど。これ何なの、これ。しかも神様がいるならを重ねてもいいって。あ、そうだね。なるほど。だいぶ重ねたね。だいぶ重ねたね。すごい子は。あ、生徒の子は
それ正統派かもしれない。正統派ね。センスあるかな。俺もそれで言うと戦闘派だなと。じゃあ正統派したら嬉しいですか。どうぞ。君って不思議だね。おお、いいね。不思議ちゃん系。僕はどこ、えぇー、うまるな、プロポーズの途中で。あかんよ、僕は何ですか。君は不思議だけど、僕は何不思議だけど、僕は君が、あれ、僕は君が変かな。なんだ、ずっと分かるんだって。何、普通って言ったわけですか。いや、ちゃうねん、ちゃうねん。いやいや、あのね、いや、聞いて、意味がわからない。意味がわからない。お前が不思議だ。間違いない。お前が一番不思議だ。君をだと思って、いや、愛してる、で、最後に変かなって言おうと思ったら、いや、君をじゃないやんってなったら、いや、もうあるだろ、絶対。あるだろ、君を。君はあるじゃん。もか。君もか。あ、君は、あるよ、ない。だからもう君、めちゃくちゃになってる。変かなで。これが君をじゃねえか。あれなんて気にしなくていいのさ。おお、一緒の墓に入ろう。これは難しい、難しいぞ。ちなみに俺白全部使ったね。これからもずっとバラ色のバージンロードなんて気にしなくていいのさ。そう、バラ色のバージンロードなんて気にしなくていいから、もうとにかく一緒の墓に入ろうっていう。あ、なるほど、なるほど。もう一緒に終わりを迎えようって、別に始まりなんてどうでもいいからみたいな。あ、いい人生じゃなくてもいいけど、そう、最後は一緒に一緒の墓に入ろうっていう。確かに。ちょっと待ってくれよ、まず、まあ、最後キスってやばいやつ、なんか神様のやつ、変なやつ、一緒に墓に入るやつね。はい、あー、なるほど。いくよ。なんで俺キスにも友達しちゃう。どうせーの、君と時結婚しよう。キス。終わったら持ち下げていいよ。いいじゃん、もう。下げて。え、これ誰も選ばないといけない。誰も選ばないといけないから。誰か選ばないといけない。ゲーム上、今のこの時間が無駄になるから。なるほどね。チロチロ。じゃあ、神様チロ。な、神様だって。じゃあ、ブロックだ。あー、なんでだよ来た。頭かじゃん、ただの。いや、でも、伝わるでしょ。頑張ってる感はあるよ。不器用なんだね。僕は君が変か。なんで主語を2つ並んでんの。まずは日本語をね、教えてあげるところがあります。やっぱ守ってあげたいと。次にこれでまた親じゃんけんが始まるんだな。いや、時計回りシャー君かな。次シャー君が親じゃんけん。全部なくなるまでやって、めっちゃクソ長いけどね。2個でいいんじゃね。2個なくなる。2個にするか。オッケーオッケー。2回選ばれたら勝ち。あ、じゃあこれ全員同じ。これ、じゃあこれは1回捨てる感じでいいんだよね。そう。はい、じゃあ全員白、白ください。白全部集めて。でもブルーピーチってことか。そうだ。第2ラウンド。はい。僕は今回は、シャー君に、プロポーズをします。シャー君ね。シャー君。うわ、これむずいな。ちょっと待って。手札むずめです、これ。うわぁ。金時は変人って言うのかなと。変なやつと一緒に。俺は割と正統派が選びますよ。マジ？俺もうなんかやばいやつしかないんだけど。あ、じゃあ俺を笑ったら、笑ったんだよな、おばちゃん。あ、笑かしてください、じゃあ。オッケー。任せろ。任せろ。これや、あ、これやばいわ。ちょっと早く出したくてしょうがない。最後、体現の目で決めるわ。めっちゃ俺も体現の目で決める。体現の目で来たな。手がすごい当たってる。フェーズごとに分けてるのかな。落ち方よ。長文送られてきたんだけど。手やばくない。手やべえよ。全部使うじゃん、あの人。よし、オッケーオッケーオッケー。長文いつだ。じゃあ、はい。全員完成したということで、キリアンから行きましょう。お願いします。行きます。はい、キリアンの告白です。シャー君。はい。君だけの。おぉ。君だけの。オンリーユー。家族になってあげるよ。おぉ、おぉ。いいんじゃない。君は僕にとって目みたいだね。何なんだよ、それは。目みたいだね。どういうこと。目みたい、これ目みたいなんだよ。盲目かな。いや、もうその
感受性が豊かなんだよ。わかんねえ。取引さよ。じゃあ115万円のヒルみたいな。そう。じゃあ行くよ。それが通じる。破れるかね次。行きます。近いな。はい。僕なしでは考えられない。僕なしでは考えられない。僕これ使え。確かにそれでいい。僕なしでは考えられない。幸せなおじいちゃんがないと。ないと。ごめん。君は悲しい時長いになってくれないか。分かんない。ちょっと待って。入ってる。ちょっと待って詰めないと。分からんって。下に。難しいな。ちょっと一個考えてこい。難しいって。おじいちゃんがない。何回のプロポーズやるの？何回のプロポーズ。一瞬で理解してもらえなかったらダメでしょ。え、僕になってくれないか。はい、もう一回、僕なしでは考えられない。幸せなおじいちゃんがないと君は悲しい時僕になってくれないか。もうね、日本語として間違ってる。分かる。やってんな。これやってるわ。怒らない。幸せなおじいちゃんがないと人の使い方ポイント高いでしょ。じゃあ、いや、悲しい時僕になってくれないか。おじいちゃんがないと。君は悲しい時僕になってくれないか。難しい。あなた本当にそれで小説書くんだよ。小説書きたいかもってて、これ書かれたらみんな困惑するよ。悲しいって ないともではなんか分からなくないけど、最後分からんな。僕なしでは考えられないもん。まあ、ちょっと分かんないけど、最初はいきなり。君どうなんだよ。せめて君なしなんだよ。まず私がわからない。主語。わからんすぎる。わからん。わからんすぎてわからんな。じゃあ行きます、僕。全部作ること。じゃあ僕行きますよ。次中身行きます。はい。僕はどうにかなってしまいそうだ。おぉ。どうにかなってしまうのかい。ふらふら。僕の隣にいてほしい。おぉ。言うね。君はハッピー伝染病。なんかハッピーな伝染病だな。うまいね。うまい。なるほどね。君はハッピー伝染病。わかる。マキシアスだ。マキシ。どうマキシアス。いい。幸せの。僕も笑顔を振りまくった。幸せのパンデミック。そう、そういうことです。はい、くる、あ、だからどうにかなってしまいそうだ。僕はどうにかなってしまいそうだ。僕の隣にいてほしい。君はハッピーで全然落ちはいいですね。はい、じゃあ次金城さん。はい、じゃあ趣向を変えて悲しみは一瞬。おぉ、あ、隠すの。隠したの。いやー、なるほど。おぉ、うまい。え、ありまあいいんじゃない。ありよ。永久に墓一生一緒だよ。何？急に片言になるじゃん。え、急に墓一生一緒だよ。サイコパスみたいな。じゃあもうここがガザレに見えてきた。一生一緒だよ。じゃあ告白しますか。全員、じゃあシャー君結婚しようでいきましょう。せーの、シャー君結婚しよう。じゃあ中野で。オッケー。ハッピー伝染病が決まった。ハッピー伝染病はね。ハッピー伝染病で決まりました。詰め込みすぎた。白全部使っとるやん。そう。あ、俺ね、一個だけね、なんかね。変だもん。歩きながらっていうのちょっと難しかったね。歩きながらっていうのちょっと埋めてくれる会なんで。面白い使い道をちょっと次にちょっと探したいな。そうなんだよ。いや、面白いな、これ。なんか日本語の言葉遊びって感じ。おもろいやつ。じゃあ次俺が。考えたい。いや、おかしいって、プロポーズの時に爆笑するのにおかしいって。同じ名字にするよ。何おかしいって。あの、もう文法がおかしいってさ。幸せメロメロウェディング。おい、これあれだ。パワーワード攻めだ、これ。ご考えやついったな。幸せメロメロウェディングです。大神かよ。幸せメロメロウェディング。幸せメロメロウェディング。きっと幸せメロメロウェディング。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価も待ってるよ。さらにツイッターのフォローもよろしく。Twitter には最新情報が盛りだくさん。メンバーの日常も日々更新中。それではまた次の動画で会いましょう。さようなら。